ラッキョピアノ教室の岡本です。先日に引き続き作詞作曲山田剛一様彼岸花お届けします。聴いてください。こちら彼岸花も先日の藤の花とご一緒に3月21日ゴスペル歌手サニーさんがラッキョピアノ教室で歌います。ぜひ皆さん聞きにいらしてください。お待ちしてます。